大光寺大光寺は、静岡県牧之原市西萩議館にある、総統州の寺院。3号は、龍門山。室町時代に、総持寺の第八代大通る修霊によって解散されたとされる。大光寺には、園州七不思議の一つである、小生まれ石の伝説がある。大通和おは、自分の死後に、裏山の川の岩から、 眉型の石が生まれるから、これを自分の身代わりとして大切にせよと言い残して息を引き取り、果たしてその通りになったという。人々はその石を沢川から運び、和尚の墓石として大事に扱った。その後、住職の代が変わるごとに、裏山から新しい石が生まれると言われている。太閤寺では実際に歴代住職の墓石にこれらの石が使用されており、 初代大統領賞のものは約 75kg もあるという。自然石の無宝塔は全国的にも珍しく、太閤寺の無宝塔という名称で、牧野原市の名称に指定されている。地学的にはこれは、ノジュールという砂岩で、母岩の粒子間で、化石や砂粒などを中心の核として、岩石中の計算や炭酸塩などが、濃周沈殿しながら固まったものである。 川の流れなどで柔らかいガンが先に侵食されていくため、ノジュールは球状の塊のままやがて落下する。現在も球状の石が岩壁から生まれ続けている様子を寺から50メートルほど先の沢川で見ることが可能である。付近に牧野原市の保養施設、小生まれ温泉がある。ありがとうございます。